パーソルパ・リーグ TV の公式 YouTube チャンネルが、見事100万人を達成しましたので、ちょっと一言いただけますでしょうか。はい、登録者数100万人達成おめでとうございます。いつも僕たち選手の、いろんな動きや、いいプレー、面白いプレーを動画に上げていただき、本当にありがとうございます。増田選手は、この YouTube チャンネルご覧になったことはありますか。はい、もちろん、自分たちのね、面白いプレーなどもね取り上げてもらっているので、僕で言うと足がカクカクなったりするところを動画にしていただいたり、本当に野球界が盛り上がるような動画をたくさん撮ってもらっているので、楽しみに見ています。増田選手、これいつも見ていただいているとのことなんですが、はい、どれぐらいの頻度で試合後とかそういうのってありますか。YouTube を開くと、ある程度自分が見ている項目が、パ・リーグ TV 入っているので、上がってくるので、そのタイミングでよく見させてもらってます。やっぱり自分の動画っていうのが公開されると嬉しいものですか。まあそうですね、いい動画はいいとは思うので、これからもどんどん選手の面白いところだとか、まあ、いいプレーだとかを上げてもらえると嬉しいなと思います。増田選手といえばじわる増田直也、絶対に笑ってはいけない新東宝、それが200万回再生を超えておりますが、反響とかもありました。自分の周りの方からすごい反響があって、本当に面白いだとか、本当にそういうふうに投げてるのわざとなのかとか、そういうふうな質問もあったり、本当に皆さんに見てもらえて本当に嬉しいなと思ってます。ではすみません、最後に、視聴者への方へメッセージをお願いします。はい、本当にこの度は登録者数100万人達成おめでとうございます。視聴者の皆さんが喜んでもらえるように、僕たちも一生懸命プレーして、パ・リーグ TV さんの方にもそれを取り上げてもらえるように頑張っていくので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。